皆さんどうも、さなえです。2023年7月6日の夕方頃、突如、4両編成で奇襲時快速が走りました。車内放送によると、前に連結するはずだった関空快速の車両が、車両故障を起こしてしまったとのこと。そのため、仕方なく奇襲時快速単独で運転されたようです。4両編成で運行されたため、行き先は天王寺駅に変更となり、天王寺駅の1番乗り場に入線しました。天王寺到着後は、折り返し18時29分発の関空快速を担当するために、約1時間ほど、ホームで停車していました。関空快速の旧幕など、レアな表示も出ていました。途中、故障を防止するため、一度ドアを閉め、回送表示になる場面も見られました。帰宅ラッシュ真っ只中の18時29分、パンパンにお客さんを詰め込んだ4両編成が、関西空港を目指して発車していきました。いやー、正直この電車の混雑はやばかったですよ。もう乗り切れないくらい乗ってましたね。関空奇襲時快速、やっぱり4両だけでは足りないようです。